愛知万博のマスメディアとは2005年日本国際博覧会に関する情報を会場の内外において発信したマスメディアのことである。放送期間はいずれも万博開催期間中、もしくはその前後。アニメキャラクタースタッフ万博チャンネルは日本ケーブルテレビ連盟東海支部が開催期間限定で開設したチャンネルで東海4。 県の一部の CATV 局で放送された。愛、地球博ニュース以外にも、会場周辺の交通情報や、各 CATV 局が制作した、万博関連の番組の放送、データ放送も行っていた。2005年3月24日、開局、同年9月25日閉局。愛、地球博ニュースについては、万博チャンネルを放送していない。 東海4県の CATV 局でも放送、また一部の都道府県へも番組配信を行っていた。放送期間はいずれも万博開催期間中、もしくはその前後。FM ラバースのスタジオ、愛知県名古屋市中区にある2つの放送局、CBC ラジオと ZIPFM の共同運営により、2005年2月25日から、 同年9月25日の213日間、2005年日本、国際博覧会イベント FM 放送、FM ラバースとして、期間限定で、FM ラジオ放送を行った。詳細は、FM ラバースの項を参照。愛、地球博の藤岡駐車場の利用者向けに、イベント情報や道路情報などを提供する目的で6月27日より9月25日までの、 期間限定で放送していた FM ラジオ放送である。この FM 放送にはビックスがついており、会場周辺の交通の円滑を図った。放送局概要を盛り添きっころシリーズその他、ありがとうございます。